ということでね、今日はアメリカ、去年ですね、特に活発だった BLM、アラウンドルですね、なんと、やっぱりですね、犯罪がとんでもなくですね、増えていたっていうね、ちょっと驚くぐらいの数字なんですよ。今日はですね、これを主に紹介していこうと思います。そしてですね、その後やっぱりですね、この BLM、これをすごい推してた人っていうと、僕の中でですよ、もちろんたくさんいるんですけれども、やっぱりね、僕らにちょっと馴染みがあるというかね、すごいちょっと思い出すのが、やっぱり大坂なおみさんだと思うんですよ。最近もちょこちょこなんか炎上してますよね。まあ僕からすると炎上なんですけれども。今日はですね、後半になっちゃうんですけれども、大坂なおみさんの話もね、ちょっと僕はどう思ってるのか、そういった話もね、していきたいと思います。だからね、ちょっと最後まで見てくれるとちょっと嬉しいですね。はい。はい。ということでね、今日はファイナンシャルタイムズの記事からなんですけれども、これね、ファイナンシャルタイムズっていうとこね、イギリスにあるイギリスメディアなんですけれども、本社はロンドンです。ただですね、今日の記事を書いてる人ってのはアメリカ人、アメリカに住んでるアメリカ人だと思うんですけれども、その人がですね、今アメリカでやばいぐらい犯罪が増えてるってね、もちろんね、ちゃんとした数字も出てきますけれども、そういったね、記事を書いてくれてます。あ、ちなみにですね、これね、ファイナンシャルタイムズっていうとこね、イギリスメディアって言いましたけれども、2015年ですね、実はですね、日経新聞、日経がですね、買収して、実は日経の傘下なんですよね、これね。まあだからですね、こう微妙に日本メディアと言えないこともない、いや、まあ言えないと思いますけれどもね、普通にこう、ファイナンシャルタイムズの本社はね、今もロンドンにありますからね。まあそんなちょっとね、どうでもいい話ですけれども、じゃあですね、本題に入ってきます。これがですね、ファイナンシャルタイムズの英語の記事を日経新聞がね、日本語で載せてくれてるやつです。これですね、始まり読んできますね。目をつぶると、犯罪多発に苦しむ1980年代後半のアメリカ・ニューヨークに戻ったような気持ちになる。5月半ばに実施されたニューヨーク市長選に向けた候補者討論会は、市内の犯罪増加にどう対処するかに議論が集中した。すごいですよね、これ。ニューヨーク市長選のメインイシューがこれね、ニューヨークで犯罪が増えてるっていうね、このことについてがメインイシューになってしまってね、まあ、それぐらい犯罪が増えてるってことなんですけれども、それを具体的に書いてあるんですけれどもね、これちょっと耳を疑うようなね、まあ記事ですからね、目を疑うかな。それぐらい増えてるんですよ。これ具体的に言うとどのぐらい増えてるかっていうと、ニューヨークでは昨年、殺人事件が 43% 増加した。ちょっと、嘘でしょっていうね。嘘でしょっていうような感じでしょ。だってですよ、皆さん。例えばね、東京でですよ、犯罪発生率がですよ、去年と比べて 1.4 倍とか 1.5 倍になったって言ったらね、嘘でしょって思うでしょ。でもそれはね、ニューヨークで起きてるっていうね。そしてですよ、しかも、今年は昨年を上回る勢いだと。とんでもない話ですよね。だから、2019年があって、2020年、2020年がね、2019年の 1.43 倍になったってことでしょ。そして今年2021年ってのは、そのですよ、 1.43 倍になった2020年よりもさらに今年ってのはね、2021年、とんでもなくね、それよりも増加してると、犯罪がね、これとんでもないことだなとね。でですね、記事の始まりっていうのはね、ニューヨークの紹介でしたけれども、これね、ニューヨークに限らず、例えばですね、イリノイ州シカゴはさらにひどい状況で、さらにひどいっていうね、市内で1000人近くが殺された74年のピークに迫っているっていう、これだからすごいんですよ。とんでもないことなんですよ。そんなことあるっていうね。だってですよ、これこの現代でですよ、この現代で殺人事件がですよ、これ今更さらに増加してですよ、1974年のピークに迫ってるってね。今が一番人がね、死んでるかもしれないっていうね、犯罪で。普通ですよ、こう僕のイメージかもしれませんけれども、どん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 ね、現代になっていけばいくほど、こう犯罪発生率ってね、こうなんか下がっていきそうな気がするじゃないですか。でもこれですよ、1974年のピークにシカゴではですね、迫ってるぐらい今ね、犯罪が増えてると。しかもですよ、それは軽犯罪じゃなくて殺人事件ですからね、とんでもないすごいこと起きてるなと、これね。でですね、これがね、特別にニューヨークやシカゴに限ったわけではなくて、これがですね、アメリカの都市全体で同じことが起きている。今や60年代後半から70年代にかけて起きた郊外への人口流出が繰り返されるのではないかとの憶測まで飛び交っているということで、僕ちょっと知らなかったですけれどもね、これな、文章読んでいくと、だからね、アメリカでは60年代後半から70年代にかけて、これ犯罪が増えすぎて、ちょっと郊外に逃げた人がね、いたってことなんでしょうね。郊外へ人口流出がね、起きていたと。すごいこと起きてるなとね。だからですね、都市部の犯罪このままね、増えていくと、本当にそういったことがね、また起きかねないと。すごい状況ですよね。まあ、すごい時代というかね、これね。でですね、他にもこういったデータがあって、昨年は95年以来初めて2万人以上のアメリカ人が殺害された。アメリカ全体の殺人事件数は2019年と比べると約 25% 増加したと。すごいことになってますよね。でですね、これはね、もちろん理由があって、まずですね、これってのは、なんか僕らからするとね、いやまあコロナで不況だから、なんかね、物を取るためとかね、お金を取るために、そういったことを増加してるんでしょと思うじゃないですか。でもこれがですね、なんとね、こういったですね、アメリカにおける犯罪の増加っていうと、コロナ前から始まってしまって、で、コロナでさらに増えて、そしてここからですよ、今日の本題ですけれども、夏前に始まった、アメリカで夏前に始まった BLM。こ
これでさらに急激に増加したっていうね、そういったことになってると。でですね、今日のメインのね、BLM、これでですね、どのぐらい犯罪が増えたかっていうね、これもちょっとわかるんですけれども、これがね、こういうふうに書いてありました。昨年、抗議行動による圧力で、だからこれが BLM ですよ。このね、BLM、抗議行動による圧力で、警官が事実上、職務を停止した都市は、全米でも飛び抜けて多い、殺人件数の急増に見舞われた。その中には、ミネソタ州ミネアポリス、75% 増加。これですね、皆さん覚えてますよね。ミネアポリスですごい暴動が起きてたっていうね。なんとこのミネアポリスですよ、昨年。75% ね、犯罪が増えてると。っていうかあれか、犯罪っていうか、殺人がね、75% 増えてると。だからですね、とんでもないレベルですよね。そして次、オレゴン州ポートランド。これが 60% 増だと。殺人がですよ。そしてワシントン州シアトル、41% 増が含まれる。シアトルは昨年、デモ隊が設置していた警官のいない自治区を、殺人事件が相次いだ後にようやく廃止した。やっぱりだからですね、そういったこと起きてたってことなんですよね。なんかこうね、警察がいないエリアがね、できてるって知ってたじゃないですか。でもやっぱりこういった風にね、犯罪がすごい増えていたと、実際にね、数字で見ても。だからですね、気になってましたけれども、やっぱりこうなってたっていうね。でですね、ここまで紹介してきてね、僕途中でちょっと気づいたっていうかね、気になったことがあったんですよ。何に気になったかっていうと、今出てきた地名ですよ。これをですね、聞いてて、僕ちょっと思ったことがあるんですよ。これが何かっていうと、今出てきた地名です、これ。最初にですよ、ニューヨークが出てきて、その次にね、イリノイ州、シカゴが出てきて、そしてね、その後に今言った、BLM で警察官がいなくなってた地域があった、ミネソタ州、オレゴン州、ワシントン州、っていうね、感じじゃないですか。僕この名前を聞いてね、もしかしてと思ってチェックしてみたら、まさにね、その通りだったんですよ。これが何かっていうと、今挙げた州ですよ。これ、全部ですよ、全部。全部ですね、民主党の州なんですよ。だから全部ね、バイデン大統領にこう票を入れたね、そういった州だったんですよ。全部ですよ、これ。民主党の州だった、これ。これらの州はですね、やっぱ民主党が強いからね、警察が職務を停止したんですけれども、その他のですね、最初に出てきたこれ、ニューヨーク州とイリノイ州、ここもですね、犯罪が増えてて、なんとここもですね、やっぱり民主党のね、民主党の州なんですよ。これなんかやっぱ関係があるんじゃないかなってふと思ったんですよね。調べたら全部そうでしたからね。ただですよ、この記事自体は全然ね、民主党の批判とかしてないんですよ。僕はちょっと勝手に気づいただけですから。っていうかですね、この記事を書いてる人自体はこうね、民主党の批判をですね、この記事ではしてないどころか、この人はですね、最初に紹介しましたけれども、アメリカ人だと思うんですけれどもね、過去にですね、アメリカクリントン政権の財務長官、ローレンス・サマーズさんのスピーチライターなんかもやってた人なんですよ。だからですね、どちらかというと、いやどちらかじゃないですね、完全にこう、民主党寄りの人が書いてる記事なんですよ。でもですよ、その、民主党寄りの人が書いてる記事を僕は読んで、チェックしてみると、全部ね、民主党の州で特にね、犯罪が伸びてるっていうね、やべえなって思いましたよね、これ。またですね、この記事でちょっと気になったのですね、これ。なんかあったじゃないですか、去年ね。BLM 運動とかで、警察の予算を減らせってね、みんな言ってたじゃないですか。ああいったことがあったと。それについて書いてあったんですけれども、ここもちょっと興味深いですね。これがですね、BLM で、警察予算を削減せよというスローガンは、活動家の受けはいいが、アフリカ系住民を含め、大半のアメリカ人には、それほど受け入れられていない。ニューヨーク市長選の支持率調査で先行している、実業家のアンドリュー・ヤン。この人ですね、大統領選にも出てた人ですよね。台湾系のアメリカ人の人ですね。アンドリュー・ヤンと。でですね、このアンドリュー・ヤン、そしてブルックリン区長のエリック・アダムス両氏が、警察予算の削減を明確に非難していることがそれを示している。一方、削減を公然と擁護してきた NPO 代表のダイアン・モラレス候補は、世論調査で 5% の支持率しか得ていない。アメリカ世論調査ギャラップによると、街頭パトロールする警官数の削減を望んでいるアフリカ系アメリカ人は2割に過ぎない。これは警官が目立つ場所では犯罪が減ることを統計も示しているからだ。っていうことで、僕もですね、具体的に知らなかったですけれども、こんな感じでね、アメリカ人の中でもね、黒人、まあアフリカ系アメリカ人って書いてありますけれども、黒人の中でもね、2割しか警察官の予算ってのはね、削減することには望んでる人はいないとね。僕ね、前にも動画で言いましたけれども、警察官の質が悪い、ダメな警官ばっかだからね、警察の予算なんか減らしてしまえってね、逆効果だって話しましたよね。もしね、警察官の質が悪くてダメな警官が多いんだったらね、むしろこう警察官のね、待遇とか給与を上げて、みんながね、警察官になりたいみたいなね、警察になりたい人の倍率っていうのを上げて、なるべくね、こう質のいい警官っていうのを残していかないといいことにならないって言いましたよね。だから逆にね、こう警察を改善するんだったら、警察の予算を増やさなきゃダメなんですよね、実はね。でもですね、ああいったね、左の活動家の人たち、だからね、BLM とかやってる人ですよ。ああいった人たちってね、やっぱりこういうね、こう現実的に考えられない。だからまあこう、なんちゃって左な感じの人ですからね。まあだからですよ、言い換えたらこう、ただのね、自己都合のわがままを、そこにね、意味を乗せて、なんか実現しようとしてる人たちね。まあ例えばですよ、大坂直美さんとか、まあそしてこう、大坂直美さんとかね、そういった人たちですよ、だから。
なんかまあアホなんやなって思ってます僕は、うん、そしてですねこの記事の締めとしてはこういうふうに書いてありましたね。こうした傾向が続けばフェアであろうとなかろうとリベラル派が責任の大半を負わされる、バイデン氏は反発を免れそうにないってね、こういうふうに書いてありました。ということで今日は僕がちょっと前から気になっていた BLM のところね、犯罪がすごい増えてるんじゃないかってね、それはちょっと具体的に数字で書いてあったんで、ぜひですね皆さんに紹介したいなと思ってねちょっと作った動画でした。でですね、最後にちょっと大坂直美さんのことなんですけれども、最近ちょっといろんなことで炎上っていうかね話題になってますよね。一番最近だとこう試合が終わった後にね記者会見を受けたくないっていうね、そういうこと言ってましたよね。なんかあれめちゃくちゃわがままですよね。なんかね、勝った時は気分がいいから記者会見を受けるけれども、負けた時っていうのはすごい傷ついてるから落ち込んでるから記者会見をねしたくないっていうね、そういうことを主張してるわけですよ。もう文字通りですけれども、そんなのただのわがままじゃないですかね。だってこれですよ、テニスプレイヤーっていうと大会が開かれてね、大会の賞金とかあるじゃないですか。そしてその大会とかにねスポンサーとかいろいろついてるわけでしょ。だからそういったこともあるから、やっぱりこう勝っても負けてもね、やっぱ記者会見開かなきゃダメなんですよね。だからですよ、そういった大会の意向に沿って記者会見とかしたくないんだったら、もう賞金どころでもらっちゃダメですよね。っていうか意向に沿わないんだったら大会出るなって感じですけれどもね。だってね、そういったテニスの大会っていうと、そういったスポンサーとかね、あとテレビ中継とかね、そういうのが全部あって成り立ってるわけですから、ちゃんとやってもらえると困るじゃないですかね、運営側がね。しかもですよ、一律記者会見をなくせじゃなくて、なんか負けた時は受けたくないってそういうこと言ってるわけじゃないですか。勝った時はいいって言ってるわけでしょ。なんかめちゃくちゃだなと思いますけれどもね。うん。あとですね、一つ前に炎上してたのはね、こうラケットを壊してね、そう炎上してましたよね。ヨネックスのラケットを壊してね、ヨネックスは頼むから壊してくれるなんて言ってたじゃないですか。だからね、僕ちょっと思うわけですよ。大坂直美さんって言ったら、ね、いろんな活動してるわけじゃないですか。そういうふうにね、記者会見やめるべきだとかね、あと BLM とかね。だったら別にね、こうヨネックスのラケット壊したりしてますけれども、ラケットをね壊すべきじゃない、物を大事にするべきだっていうね、そういう運動したって別にいいわけじゃないですか。例えばですけれども、でもですよ、彼女がやってることっていうと、こうラケットは壊すわ、記者会見はねこう気分が悪い時は受けたくないとか、あとこう BLM だから黒人の主張だけはね大事みたいなね、そういうことじゃないですか。だからですよ、これらって全部こう自己都合のただのわがままじゃないですか。僕そう思うんですけれどもね。全てね自分の都合言ってるだけでしょ、ただのね、ただのわがままっていうかね、それが大坂直美さんかなと僕は思っています。まあだからですね、僕は思うのはですね、あの人日本人なのかもしれないですけれども、どう見てるとね、こう少なくとも日本人の美学とは違った美学を持ってる人だなと思ってますね。なんかですね、残念なんですけれども、こう時間が経てば経つほどね、僕はちょっとそう思ってきています。はい、ということで今日はこんなところでございます。